クラビー県は、タイ王国、南部にある県の一つ。パンガー県、スラートターニー県、ナコーンシータンバラート県、トラン県と接する。タイ語ではガビーに近い音で発音されるため、古く英語では、ジャービーと呼ばれた。クラビー県は、風光明媚なことで有名なアンダマン海に面する。リゾート開発が遅れていた分、自然が豊かである。ドアンダマン海岸のビーチをはじめ、 同じく、アンダマン海に浮く、ランター島、p p 島では、ダイビングや、シュノーケリングなどのマリンスポーツも外国人、観光客を中心に盛んである。美しい手つかずの自然も多くあるため、国立公園も多数ある。その他数多くの小乳道、マングローブ林、ジャングル、方々に切り立つ、石灰岩、周辺の島などを要する。世代の高温な花崗岩が、 地下から地表まで分布しており、雨水からなる天然の温泉などもある。クラビー市内の中国寺院のワットタムスワは、絶壁に面していて相関である。紀元前2万5千年から3万5千年あたりには、人間のいた形跡が見られるが、クラビーの歴史とは直接関わりがない。ナコーンシータンマラーと王国ができた頃、その領土の一部であった。1872年には、 クラビー川流域にラーマ5世の命で市街地が建設された。この市街地は現在旧市場と呼ばれている。その後は商降、漁港を求めて市街地が南下し、クラビー川で囲まれた半島部全体が市街地となった。しかし、クラビー市内自体は海にではなく川に面しているため、大規模な貿易港に発達させることができなかった。 インド洋から太平洋に行く輸送船はマラッカ海峡を通ると時間がかかる。このため、タイ政府は大量度のマレー半島部分に貨物輸送用の港と高速道路を用意して輸送時間を短縮し、ついでに地元経済も進行させようと計画した。内容は、西海岸アンダマン海にクラビー港でおろし国道44号線を通し、 タイランド湾のナコーンシータンマラートまで運び再び、そこで他の船に積みにして通り抜けるというもの。クラビーもこの計画地であるため、急ピッチで開発が進んでいる。レオナルド・ディカプリオ主演のアメリカ映画、ザ・ビーチの舞台にもなっており、カオサン通りのシーンは、クラビー市内で、島のシーンは、マヤウェがある、ピピレー島にて撮影された。 クラビー県は8の郡に分かれ、その下に53の町と374の村に分かれる。ありがとうございます。